はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが521日目ですね。はい、今回はですね、ちょっとシリーズ2完全移行したということで、契約書の方ね、開封しようかなと思ってます。まあこの阪神純正編の方はね、あんまり契約書貯めてなかったんであんまりないんですけども、この S ランク自チーム契約書はまた次の機会にしようと思ってるんですけども、とりあえず S ランク契約書ですね。この S ランク契約書、プロスピマーケットで交換したアイテム、これと、もう1枚あったと思うんですけども、これですね、エージェント S のやつですね。エージェント S の S ランク契約書、この累計のやつを2枚今回は開封したいなと思ってます。ぜひ、このアカウントね、阪神純正だけでやってますんで、ぜひ阪神の選手来てもらいたいなと思ってます。はい、一応阪神の選手来るかどうか分かりませんけども、一応欲しい選手確認しておきます。はい、現在ねシリーズ2で持っているのが青柳選手とマルテ選手だけですんで、この2選手以外やったらもう誰でも強化できますんでね、この2選手以外の阪神の選手ぜひ来てほしいなと思ってます。中でも一番欲しいのがこの岩崎選手とスアレス選手。岩崎選手は2019シリーズ2を、極みで持ってます。でスアレス選手は、覚醒の、ね、スアレス選手持ってますんで、どちらも、スプリッツの上げ幅が、ね、大きいんで、この2人どちらかが来てくれると一番嬉しいんですけども、とりあえずは阪神の選手来てくれると一番嬉しいですね。はい、それでは S3 契約書2枚いきます。ちょっと1枚ずつ行かせてもらいますね。 S3 契約書なんで、まずは1枚目これですね。プロスピマーケットで交換した S3 契約書、阪神の選手お願いします、来てくれ、来い。さあ阪神来たらめちゃくちゃ嬉しいんやけど、エース悪いな。阪神来い来い。吉川選手、巨人ですね。巨人よく来るな。巨人めっちゃ来ますね、ほんま。これ吉川選手もね2回目ですからね、もう2枚持ってますわ。もう、まあはい、1枚目は巨人の吉川選手でしたね。厳しいな。さあもう1枚ありますんで、これに書きたいなと思います。どこ行った、あ、これですね、エージェント S の累計ですね。阪神の選手もう誰でもいいんで、阪神の選手だったら誰でもいいんで来てほしいなと思います。それでは行きます、お願いします、阪神来い、頼む、来てくれ。さあちょっともうそろそろ自チーム引きたい、阪神来い。さあどう、太田選手、日本ハムか、日本ハムで元巨人でしたよね。はい、太田選手、阪神来ず。結局ね、置いてても貯めててもね、阪神来へんかったら意味ないんでね。ミキサーに来ますけども、阪神来ませんでしたね。ちょっと残念ですけども、しゃあないかなと思います。はい、そうですね、まだS ランク自チーム契約書も1枚ありますんでね、これはおそらく次回ぐらいにやるかなと思いますけども、S ランク自チーム契約書ね、間違いなく阪神来ますんで、そこはちょっと安心なんですけども、ちょっとS ランク契約書2枚、阪神の選手は来てくれませんでしたんでね、非常に残念ですけども、しゃあないですね。はい、今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。